ようこそゴルト操作へ。団体様ですね。入園チケットは1回3000ギルです。何回でも入園できるゴールドチケットは3万ギルになります。たっけーな、3000ギルで。チケットは一度ゴールド操作から出ますと無効になりますのでお気をつけください。ここゴールド操作では料金を GP でお支払いいただくものが多数あります。 GP はゴールド操作でのみ使うことのできるお金だと思っていただければ結構です。 GP はワンダースクエアの各種ゲームとチョコボレース上でのみお求めいただけます。それと GP の個人の所有は1万までとなっておりますのでお気をつけください。はい、どうぞ心ゆくまでお楽しみください。まあ3万ギルの方は年間パスポートみたいなもんだな。まあいっぱいアトラクションがあるわけですね。まあまた後々ね、このミニゲームだけをがっつりやる動画を上げてもいいかもしれませんが、うわー楽しまなくっちゃ。そんな場合じゃないのは分かってるけどね。ねえバレットも元気出して。そんな気分にはなれねえ。俺のことはほっといてくれ。そう？仕方ないね。ん？行こう。かわいいなエアリス、ちょっとひどいんじゃない？こういう時変に気を使わない方がいいよ。そうかな。大丈夫よ。私たち遊んでくるね。勝手にしろ。ちょろちょろしやがってよ。俺たちはセフィロスを追ってるんだぞ。それを忘れんじゃねえ。でそっちに行っちゃうと。怒っちゃった。あーでも大丈夫みたい。なんだかいつものバレット少し元気出たみたい。そっか、セフィロスが来てるかもしれないから気をつけなくちゃね。ティファ一緒に行こうぜ。ごめんなエアリス。私と行くのかいや行かない。私と？いや行かないから。でじゃあティファとデートしようかな。まあデートするにはここが一番いいんだろうな。なんだここは。そこの少年。少年どうだね、楽しんでいるかね。いや楽しめも何もまだ来たばっかりで。うん、そうか、楽しんでいるか。よかったよかったな少年よ。俺はクラウドだ。少年というのはやめてくれ。ん、私か。私はここゴールド操作の園長ディオという。ディオ気軽にディオちゃんって呼んでくれ。聞いちゃいないな。そうだ少年、クロマテリアを知っているか。知らない少年嘘はいけない。この私の目はごまかせないぞ。なぜ俺に聞いた。少し前に少年くらいの少年が来て、クロマテリアは何かと聞いていったのではな。同じくらいの少年なら知ってるのかと思ってな。その男は黒いマントの。その通りだ。それに手の甲に1のタトゥーをしていた。その男どこへ行った。そんなことはさすがの私も知らんよ。では、はあ、おおそうだ少年よ、よかったら闘技場に寄ってみてくれ。君なら気に入ってくれると思うよ。私のコレクションの数々も飾ってあることだし。あそう、こういう階段って気をつけないとね。何をって、いろいろだよいろいろ。やっぱり出てくる順番を覚えて先を見せて攻撃すれば。ん？なんだこの気持ち悪い動きしてるやつは。ここは？ああこれか。ちょっと待って。一回ぐらいちょっとやってみるか。はーい、このアトラクションのルールを知りたい？いや興味ない。知ってるしな。ああそうか。GP をどうにかしないといけないんだよな。 GP ってどうすんだっけな。どっかでもらわなきゃいけなかったような気がするんだけど忘れちゃったな。あデブチョコボがいる。ゴールドソーサーにようこそ。どうも。じゃあ占いっと。さあ来ますよ。よいしょ。Hey you! 暗い顔してますな。なんだなんだ？
どうですか？皆さんの未来占うで。明るい未来、愉快な未来。ああ、悲惨な未来が出たら堪忍してや。あらら、すんません。僕、占いマシーンです。名前は、ケットシーです。うん。下にいるデブモーグリじゃなくて、この上に乗ってる、この猫の名前がケットシーです。よく勘違いされやすいんですけどね。うん、占うのは未来だけか。バカにしたらあかんで。うせ者、うせ人、なんでもございや。セフィロスという男はどこにいる？セフィロスですな。ほら、行きますね。この動きは可愛いよな。ん、出た？中吉、活発な運勢になります。周りの人の好意に甘えて人頑張りしておくと、夏以降にドッキリな予感。なんだこれは。あれ？もっぺんやりましょうか？ん？出た？忘れ物に注意。ラッキーカラーは青。もういい。待ってーな。もっぺんやらして。早くなった。早くなったぞ。なんだと？なんて書いてあるの？求めれば必ず会えます。しかし最も大切なものを失います。これよく覚えといてくださいね。フラグです。これええんか悪いんかようわからんな。こんな占い初めてですわ。気になりますな。あーほな行きましょうか。はあ？占いやケットシーとしてはこんな占い不本意なんです。きっちり見届けんと気持ちが収まらへん。皆さんと一緒に行かせてもらいますわ。いいの？クラウド。どないに言われてもついていきます。おい。ということで、ケットシーが仲間になっちゃいました。まあ、こんな感じです。イエローメガホン、銀の腕は、まあ、こんな感じですね。で、メガホンと聞いて思い出す方いらっしゃるでしょうか。あの、神羅ビルのね、60何階だ、忘れちゃいましたけど、60何回かにメガホンがあってクラウドはいらねえかって言ってたんですが、いずれあそこに行った時にこのねケット氏の武器であるメガホンが手に入ります。その時になったらまたお話をしましょう。入り口で聞いたと思うけどよ、ゴールド操作のアトラクションのほとんどは GP っていうゴールド操作でのお金がいるんだよ。これが普通に売ってなくてよ、このワンダースクエアのゲームかチョコボレーシング、チョコボレースでしか手に入らねえんだ。なるほどね。ん？ん？あ、話しかけらんないのこれ。何だ。ちょっとじゃあ上行きましょうか。ここのミニゲームが面白くてですね。こんにちはっす。あなたは GP を0点お持ちですね。持ってねえよ。いや、しないよ。交換できないもんだって。バスケットボール、ワンプレイ200ゲル。丸ボタンを押してる間だけ力をため、丸ボタンを離すとシュートを打ちます。やろう。元バスケ部としてはやりたいぜ。1、2、3。あれこれ長いんだよな。毎回ちょっと待って、お金は足りるかな。もう一回だけやろう。3はためすぎ。1、2。あれくそ、一発は入れたい。ダメだ、こうやってどんどんお金を使っちゃうからな。ゲーセンは嫌なんだよ。1、おい、あれ、トントンするか。じゃあくそ、こういうのね、金どんどん使っちゃうんだよな。あ、弱いか。もうダメだ。くそ。この奥は？おー、やってるね。ふう、疲れた。あー、これですか？なんか修理中みたいですね。気にしないでやってくれよ。よいしょ。私、こういうのすぐ向きになっちゃうのよね。Gバイク出ました。これはあれですね、神羅ビルから抜けるときにやったやつですね。そのミニゲームバージョンです。よっしゃ、行くぜ。リベンジしましょう。ゴー。おら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 。ちょ、あー、ちょっとちょっとちょっと
よいしょ。ちょ、よいしょ。よいしょ。おお、来た。ちょ、やめて。やめてってば。おい、こら。邪魔。くそ。よいしょ。よいしょ。これダメージを受けるとポイントが下がってくんですよね、確か。よいしょ。よいしょ。ああ、もうすでに指が痛い。おいおい、もう曲なんか聞いてらんないよな。こっちか。邪魔。おいおい、ほらほら、くそ、当たんね。よいしょ、よいしょ、うん、ほらくそ、当たんね、当たんねえよ小雪が。くそ、ギチギチ言う。やめろ。くそ、あー、一万いかなかった。しょべーしょべー、一万もいかねえよ。まあ最初はこんなもんですね。これで何ポイントくらいくれるんだろう。2ポイントかい。2点だけかい。モグハウスやってみましょう。これはですね、モーグリを育てるゲームなんですけどね。ここはモーグリ山のモーグリ村のモグの家。今日もモグの一日が始まります。でかモグは今年で、クピパプんクピパプんクピパポプポサイクピパポプポサイ、人間で言うと28歳。ずいぶんいいおっさんですな。そろそろお嫁さんが欲しい年頃です。こけた。モーグリの世界では飛べるようになると立派なオスとみなされます。ところがモグはまだ上手に飛べません。毎日一生懸命練習しているのですが、お、こけ。飛び降りただけだったな今の。おやおや、今日もダメなようです。そこで皆さんにお願いです。丸ボタンでモグの大好きなクポの実をあげて彼が飛べるよう手伝ってあげてください。でもあげすぎにはご用心。重くて飛べなくなってしまいます。はい、これでうまい具合にあげていくんですね。まだグー、はい、まだグー、グー。どんだけ腹減ってんだこいつは。うん、そしたらもうあげません。飛べ。これでほっとくんだっけな。これ以上あげちゃうと確かダメだってような気がするんですが、あれ最初あげていいんだっけ。いいんだよね。これで飛んでもらえます。おや、ついにモグは飛ぶ覚悟を決めたようです。飛べ。おお、飛んだ飛んだ、モグが飛んだ。これでモグも立派なオスモグリになれたのです。やったね。そんな感じで飛べるようになっていいのか。やったー、おめでとう。ミッションクリアです。疲れたモグは安心したせいか今日は早めにお休みのようです。おやすみモグ、素敵な夢を。
あ、誰か来たよ。おやおや、早速メスモーグリがやってきました。コンコンコン、こんにちは。なんと、モグも彼女を気に入ったようです。おお。さあ、彼女の前でモグは立派に飛べるでしょうか。クポの実をあげて彼女とうまくいくように手伝ってあげてください。おい、食え。ほら減ってんのか、食え食え。ほれ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 。オッケー、よし、飛んでこい。 You can fly! You can fly! 君なら飛べるさ。ちょっと待たないといけないのがめんどくせえな、これ。いいな、空飛ぶだけでモテるのか。飛んでみるか、今度。病院行きになって終わりな。おや、ついに僕は飛ぶ覚悟を決めたようです。飛べ。やったー、飛んだ。僕が彼女の前で飛んだ。やったねー。こうやって飛べばモテるのかな。やったー。彼女も僕の男らしい飛びっぷりにすっかり心を奪われたようです。さて、それからしばらくが経ちました。お、モグが来た。おやおや、彼女とすっかり仲良くなったモグ、今日は二人でお出かけのようです。彼女の名前はマグ、とっても気立てのいいメスモーグリです。モグとマグね。お出かけか。お幸せにモグ、そしてマグ、元気で可愛い子供がたくさん生まれるといいね。生まれてるー。おお、黄色いのもいたぞ。おい、なんだと。この野郎、そんなに子供がいんのかい。頑張りましたね。おやおや、どうやら余計な心配だったようです。うん、バイバイ。フィン。これでおしまいです。ただ木の実をあげるだけのゲームっていう、なんてシンプルかつ簡単な。終わりかい。特にポイントはもらえなかったですね。もらえると思ってたんだけど。よいしょ。で、ここにあるのが 3D バトラー。まあ、格ゲーですね。三角ボタンで上段、四角ボタンで中段、×ボタンで下段。10ポイント選手の勝ち。やってみよう。お、なんだ？ファイト！ほら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 ！まあ、じゃんけんみたいなもんですね。ほい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 。おら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 。ほい、痛い痛い。おら、カン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 。勝ちました、イエーイ。お、ちょっとデブッチョのやつが来たぞ。ファイト、痛い。おら、やばい、2発食らった。やばい、3発。よいしょ。ういういうい、やばい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 。ういあい、うい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 。ういもうこんなん適当にやってるだけなんですけど。あー負けました。これ昔から苦手なんだよな、よくわかんねえんだよ。で、
私は今日も風になる。このねスノボが超面白いんですよね。スノボやりまくって指痛くなったからな。さてじゃあまあミニゲームはこんなもんですかね。よいしょ、ちょっとじゃあ戻りましょう。うお、倒れた。死んでる。え？ちょっとクラウド。行っちゃった。セフィロスがやったのか。マジか。これは違う。銃で撃たれてる。セフィロスは銃など使わない。大丈夫か。おい何があったんだ。片腕が銃の男。マジか。片腕が銃？バレットか。そこまでだ、おとなしくしろ。ああ、さっきのお前らがやったのか。違う、俺たちじゃない。私の見込み違いというわけか。はよ逃げな、やばいで。おい捕らえろ。違うっつーの。よくね、第一発見者が犯人として疑われますけど。もういいよ、全員ぶっ飛ばそうぜ。ここまでだな。待て、話を。クラウドさん、うわ、なんか来た。うわ、あと一人だな。はい。おい少しはこっちの話を聞け。聞くことはない、下で罪を償うのだ。こういうやついるよな、人の話聞かねえやつな。うわ怖っ。で地下に落とされると。クラウド大丈夫？ここは砂漠の監獄、コレルプリズンやな。砂漠の監獄？うん、そや、砂漠の流砂に囲まれた自然の監獄や。一度入ったら出ることはかなわん、って聞いてます。うん、けど、確かなんか特例があったような。ん、バレット。何やってんだ？バレット。あんたまさか、本当に。来るな、これは俺の、俺が型をつけなくてならないことなんだ。ほっといてくれ。行っちゃった。ひゅー、あの人も皆さんのお知り合い？なんや危なそうな人やな。そんな、バレット。バレットがそんなことをするようには見えませんが。ここには何もないのかな。やべ、血糖心のウィーチンをカットしてしまいました。ごめんなさい。もう一回出てきた時にやろっか。ひゃーはははようこそコレルプリズンへ。壊れてやがる。じゃあ、改めて、ケットシーのウイジンです。ケットシーの攻撃はそんなに、ね、変なことはなくて、ただの打撃なんですが、ズン。下のね、デブモーグリが攻撃をします。まあ、初めて出てきた時にもお話をしましたが、ケットシーの本体は上にいる猫です。あくまで下の人形は人形です。
落ち着きがねえんだよなケット氏。うわ自爆、うお結構効くな。でケット氏のリミット技はダイスといって、何が起こるか分かんないんですよ、ランダムなんですよね。だからケット氏を嫌う人も結構多かった記憶もありますが、まあパルプンテみたいなもんですよね。この下には何かいけるのかい。ああ何もないのか、空っぽ。何のためにあるんだこれは。じゃあバレットの後ついていきましょう。